枝投げは直径 2.135 メートルのサークル内で回転して、その遠心力を利用して遠くに投げる競技です。この女子は円盤投げの重さは1キログラムです。これから4回目の投擲に入ります。18番の2名が明日の決勝へ進みます。女子5メートル93。31メートル70。次は尾関環奈大阪、ここまで39メートル41、現在3位。次に投げるのは平井心東京、ここまで39メートル。円盤投げは6回目の投擲に入ります。現在トップは変わらず平井心の39メートル68、2位は尾関環奈、2位は小川梨央39メートル55、3位は尾関環奈39メートル41。1位から3位までの差は27センチ。We're special.
トプトロさんは13センチ。37メートル45、現在4位。本日は39メートル41で競技を終えました。この時点で優勝を決めました平井心東京ここで39メートル68、最後の投球です。
いいね、上がりました。このあとトラックでは成人男子 60m ハードル予選が行われます。この種目の日本記録は13秒04、大会記録は13秒04。13秒79、3着山下智樹岡山13秒98。ここまで5メートル93、ポイントの差はわずか1センチ。結果確定です。5m95 ですでに優勝を決めています。
痛み痛みでもない。